この道路は廃線跡なんですが、あ、左ホームがありますね。伊佐木田駅の構内に入ります。少しワープして伊佐木田に来ました。今左対向ホームですね。ちょっとゆっくり後で見ますが、右手に駅舎の跡、伊佐木田の駅舎の跡が出てまいります。伊佐木田駅です。だいぶ草が。旧国鉄志布志線伊佐木田駅です。小荷物の窓口、おっと中に人がいるのはびっくりしますね。切符の窓口ということになります。荷物標準到着日数表もありますね。マネキンさんをわざわざ置く必要はないような気が私はするんですが、いかがでしょうか。特徴的な列車一つ、右の上りの方、朝7時24分西鹿児島行き、これ快速ですね。快速日南だったかな、日南じゃないな、快速何だったかな、油津だったかな、快速列車が運行されていました。西鹿児島直通です。そして左側見ますと、さっき申し上げたように志布志線の終点は志布志駅ですけれども、宮崎行きが、だいぶ午後なんかほとんど宮崎ですね。最終の一つ手前が油津行き、これが確か快速だったと思います。西鹿児島からの快速ですね。19時51分待合室には、いろんな写真が、伊佐木田駅の現役の頃の写真があります。その中にやはり、さっき申し上げたように 2,3 両編成の列車が多かった路線ですので、キハ58の姿がありますね。で、伊佐木田はね、交換駅だったんですね。通称連動閉塞。改札のラッチを抜けると、交換駅でしたので、構内通路用の階段が草に埋もれてありますね。ここを渡って対向のホームが、そちらの草むらの中にありますけれども、対向のホームに渡っていたということになります。こちら今向いている方向が志布志方面です。こちらの先に点滴装置がありますので行ってみましょう。夏だとあの蛇とか出そうですね。ちょっと怖いですが、はい、ここでポイントと、腕機式信号機を切り替えていたということになります。何を写したいかというと、お兄さんを写したいわけじゃないんですけれども、後ろの方にお客様と共に新しい鉄道の創造を、鹿児島鉄道管理局長のお言葉です。そして下の方には解説大正14年と書いてありますね。